はいしねー。はいお疲れポケモントレーナーの諸君、激にしてるかのー。わしの名前はオーキドじゃなくてエリオです。ということで、本日使っていくのはこちらのブロロロロロームというポケモンになってます。今回はね、ギアチェンジアイアンヘッド電磁浮遊身代わりというちょっと技構成で使っていきたいと思ってます。で、こいつの特性が、こいつ夢特性フィルターなんですけど、効果抜群になってしまう攻撃の威力を弱めることができるということで、はい。まあ、HS に振ってまして、まあ、残りは A に振ってます。はい。なんで、まあ、ある程度のね、まあ、抜群、まあ、4倍弱点がね、地面タイプがあるんですけど、それは電磁浮遊があることによって、はい、無効化していくことができると。はい。で、そして、まあ、身代わりを使ってね、ちょっと、起点作りとかはめてって、ギアチェンジですからのアイアンヘッドで、上からフィルマして全てを解決していくというポケモンになっておりますんで、はい。そして、持ち物のための残しで、テラスタイプはアイアンヘッドをね、威力を高めるために、あえて鋼を採用しています。ということで、こいつの活躍を見ていきたいと思います。ということで、対戦動画の方へ、どうぞ。マッチングしました。お相手のミーミンさん対戦をお願いします。ホワイトパーティーが、シャンデラ巨獣オン、クソナメクジ野郎にパオジアンにイーネイルに、ガチグマとなってます。なんかクソナメクジが鬱陶しいんではあるんですけども、ここはそうだね、初手ちょっとシビルンドンだし、ブロロームランドロスでいきたいと思います。対戦お願いします。お前とちょっとシャンデーラを繰り出してきた。行け、シビルドン。はい、気持ち悪いクソね、うなぎということで。まあ、ここは地ならしをぶつけてもいいんですが、まあ、シンプルに上からランドで殴った方が強そうではあるので、一旦ここは、ボルチェンから入っていきたいと思います。やばーヒート。おー、危ねえ。ご自慢の火力。しかし耐えていって、ボルトチェンジを決めていく。お、いいダメージ。戻っていく。まあ、ここは、まあ、しっかりとね、ちょっとね、ランドロスを出していきたいと思いますわ。頑張れ、ランドロス。ブーン、まあ、威嚇はね、まあ、よしとしましてですね。まあ、ここは、まあ、相手が浮いてないんでね、ここは積極的に自信を打っていきたいと思いやす。まあ、やっぱ思うんだけどね、ランドロスってね、雑に使ってもマジで強いっすわ。うん。なんなのこの、仙人みたいなポケモン。強すぎでしょ、ほんと。雑に使っても強すぎるっぴということで。あ、いいね、いいね、送り出してきたぞ。よくないんで、いいね、いいねは。よくないんだよ、いいね、いいねって。なんだ、いいね、いいねってよ。はあ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 、わざわざ CD に来たということだね。そのお盆の実でそんなさ、ちょっとしか回復してねえ、どうすんのこれ。回せないでしょサイクル。はい、ランドロス殺していく。もうランドロスサンタで試合になっちゃうんじゃないのこれ。ちょっとランドロスに弱いんじゃないのこのパーティーさ、刺さりすぎなんだよランドロスが。ガーグ、ガーガン、うわお。おはおはおは。まあ、ここね、まあ、一回ちょっとテラス切ってくると思うんだよな、シンプルに。シンプルテラス切ってくると思うんですけど、一旦シビルドンバックでいきたいと思います。行け、シビルドン。さあ、塩漬け。あ、塩漬けね。はい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 。まあ、ここ守るなら守るで。あ、そうかそうか、塩漬け知るんだ。さようなら。じゃあまあここはちょっとガチハメチャンス来ましたこれ。ブロロローム。車を売るならビッグモーターということで、ここはとりあえずね、身代わっていきたいと思います。まあここね、相手確実にね、塩漬けしてきますんで。何？テラスタルだと？お相手何テラスなんじゃ？あ、毒ですか。はあ、ははあ、まあまあ、多いよね、毒テラスとかね、巨人はね。まあここはしっ
カラリとね身代わりをね出していくと。聞かない聞かない。はいはい、なんかやった、なんかしました。あー、鼓動の高鳴りを抑えられないこの私は。あー、ということで、まあここはねギアチェンジでバッコリ積んでいきましょうか。ブンブン、1速2速3速キル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 鉄壁なんかね積んでる余裕はないんですよ君にはね。じゃあここはまあもう一回ギアチェンジしていきますか。おら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 、キュイーン、素晴らしい火力。塩漬けは効かないね、塩漬けは効かないんだね。耐えてゆく、もう確定で教授王もねぶっ殺すことができます。まあここもギアチェンジをバッコリと積んでいって、キル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 、素早さグーンと上がっていく。あ、塩漬けこれは耐えないかな、さすがに。与えてゆく。これはもうビッグモーターの時代来たでしょ。まあここはちょっとねゴルフボールでちょっと分からしていきたいと思いますわ。ゴルフボール攻撃でね、ああ、引っ込める、はいはいはい、それはよくて、あ、シャンデーラを捨ててきた感じね、はいはい。まあしかしここでアイアンヘッドが入っていくんでね、はい、死ねー、はい、お疲れー。はい、シャンデラ、お疲れー。もうこのブロロロロロームは止められることができない。もう誰にも止められないよ。ガーガンなるわ。あー、また来ちゃったわけ？もう仕方ない。もう君はね、分からせてあげよう。もう、これだよ。あ、コウさんが選ばれていく！ここがすごい！トム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 ！東大学部は頭悪い！うるさい。本当だからだ！バカ野郎。はい、対戦動画の方いかがだったでしょうか？こちらのブロロロロロームちゃんなんですけど、あのね、あのワンウェポン、アイアンヘッドワンウェポンなのが弱い。でもそこをあの変えればね、多分こいつは輝く。うん、なんか一つちょっと他の技入れたいっすね。まあどうしても鋼技一本になってしまうとね。まあでもアイアンヘッドってあの可能性のある技じゃないですか、ひるみ性能があってね。なんでまあ全てを持っていく可能性はある。そして電磁浮遊ね、結構刺さる。うん、あの地面タイプ出てきた時に電磁浮遊したら大抵地面技を打ってるんで、すかすことができると。あとはギアチェンジ積むだけなんでね。まあその最後のアイアンヘッドがねちょっとねという感じなんで、まあよかったら電磁浮遊をちょっと他の物流技に変えてみて、で持ち物を風船にしてもいいかなというふうに思ってしまいました。うん、はい。でまあそしたらあのねテラスタイプは鋼にしてるんですけど、他のねタイプにしてもいいかなっていうような気がしているんで、まあちょっとまだねやりがいがあるねポケモンなんじゃないかなと。はい、まあ、全然 A に振ってなくてもかなり火力が出たんでね、はい、まあまだまだやれるでしょこいつは。ということで、はい、今回のね検証結果は以上ということになりますんで、はい、あのありがたいことにね少しずつチャンネル登録者増えてるんですけど、ちょっとまだまだね増やしていきたいんで、はい、皆さんのねあのご期待が私の力になりますんで、はい、今後もマイナーポケモン活躍させていくためにね
皆さんの応援よろしくお願いいたします。ということで、東亜エリオでした。秋田明けちゃうパッチ。